命と希望を、あなたの声が優しく響き、おかえりと私を呼ぶ。亲爱耶稣，我感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，请神唤我回到他面前，不再流浪，我看到家的光。エレミアの預言。主はこう言われる。呪われない人間に信頼し、憎なる者を頼みとし、その心が主を離れ去っている人は、彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、炎症の荒れ野を住まいとする。祝福されよ。主に信頼する人は、主がその人のよりどころとなられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。心を探り、その腹渡を極めるのは、主なる私である。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いる。神の言葉。心に留める人。
月になると豊かに実り、もしよれることのないように、この糸の行いも実を結ぶ。流れのほとりの木のように、神に従う人実を結ぶ。良い心で神の言葉を保ち、忍耐をもって実を結ぶ人は幸い。その時イエスはファリサイ派の人々に言われた。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物を舐めた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。来いよ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだい苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな富士があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。